釈迦坊主さんのイベント、はい、東京シャーマンにあの出た時にのことで覚えてることって何かありますか、はい、あまずトキマに出れた経緯っていうのが俺がそのトキマの前のイベントプラスティックボムかなっていうイベントにまあ中学生ぐらいの時に遊びに行ってで恵比寿バチカだったんですけどその時にもう曲も作りたてでその曲を釈迦さんに 聞かせて、よかったら出してくださいっつったら、もうすぐ DM 来て出してくれたみたいな感じだったです。釈迦坊主さんとはえ、釈迦さんとは釈迦さんー <laughs> え、どう、どうまあ、イケイケな先輩っすよね。うん